神奈川県から来ました夏目と言います。今日はですね、広島で、原発なしで暮らしたい、100万人アクション in 広島というのを上関で一緒に活動していた仲間が、アクションを起こしてデモなどをしてます。なので私も今宮崎にいさせてもらっているので、ここでできることをしようと思って、そうですね、今日はここ宮崎市の中心部で、自分なりに、アピールさせてもらってます。朝11時頃からですね、ここに座ってるんですけれども、いろんな方がこのようにシールを貼ってくれてます。原発直感でどう感じていますか？福島の原発の事故、いろいろあったと思うんですけど、皆さん原発のことどう思いますかってことで直感でシールを貼ってもらってます。ピンクがですね女性、青が男性、そして黄色が、選挙権のない19歳以下の方に貼ってもらってます。で今こんなような、今何時だ？2時ぐらい？2時現在こんな様子です。チェルノビリデーですよね、今日は。それに対して何かコメントがありますでしょうか？いや、ただもう反対の方ですから、自分は反対の方ですか？はい、そうです。もうロシアのあれだってまだあと何十年、50年かかるかもしれないらしいでしょ、はい、で日本は狭い日本列島なのにあっちこっちにありますから、ここだって仙台で串間に今度作るどうのこうのって入ってますからね、はい、おばちゃんたち昭和20年生まれはやっぱり反対ですね、今のシールはそのもうできないようなところに入りましたか？福島のを見て宮崎でも同じことが起こったら怖い、怖い、怖い、怖いです。さっき、来た女性はもうバーってすっ飛んできてここに、私は福島の人間ですって言って、いらないって言ってもうその叫び声だけ上げて去っていった方もいたんですけど、やっぱその福島の原発があって、その自分のところは今は大丈夫だけど、こんだけこういう地図をね、地図を書いてるんですけど、こういう地図を見るとここも危ないということが分かって、その今から声を上げなきゃいけないねっていうことを言ってる方もいました、今日は山形屋、市内の山形屋の前で、朝、11時ぐらいから6時半ぐらいまでそこにただこう座ってました。段ボールを掲げて原発なしで暮らしたいって大きく書いて、ほんでですね、あなたの直感はどうですかって書いて、原発いらない、原発いる、わからないっていうところにシールをみんなに貼ってもらいました。そしたら街行く人にいろんな人がいたんですが、こんなような結果です。一番皆さんから向かって左側が原発はいらないと思ってる人です。見てもらえば分かるんですけど、こんだけ宮崎の人でも原発をいらないという人がいます。で、串間のことを知らない人もいました。で、串間の話もさせてもらったんですけど、やっぱりでも皆さんが言ってたのは大体のエネルギーが分からないって、それで今原発なくちゃダメだよって人がここに原発いるって
シール貼った人が多かったと思います。なので今度私たちのアクションとしては具体的にエネルギーをどういうふうに作るかを提案するものをなんか街中でやったら面白いんじゃないかなと思ったり、そういう仲間を増やしていけたらなって思いました。はい、ありがとうございます。